かのお嬢様みたい。私も髪下ろしてみたらあんな風に。すみません、ちょっとこれは。何やってんのよ、危ないわね。ほら、さっさと行くわよ。はい、お待たせしました。遅い、どこ行ってたのよ。あ、はい、いいものを買ってきたんです。とっても美味しいお菓子です。買い物とはいいご身分ね。違うんです、違うんです。話ができるようになりました。少しだけ仲良くなれました。すみません、何か私調子に乗ってしまいました。仲良くだなんて、その勝手に思ってしまって。つながりか。あの井上さん。はあ、何よ。駅まで帰り道が一緒ですよね。それがどう。帰り道が一緒。ああ、待ってください。あの井上さん、一緒に帰りたいのですが。なんでよ、別に転校生一人でも平気でしょ。平気じゃなかった。アマミ。はい。なんだかんだいろいろありがとね。いえ、どういたしまして。井上、なるみさん。なんでフルネーム。下のお名前って新鮮です。普段使わないだけでしょ。おばあちゃんからもらったのよ。素敵です。かわいいマスコットもいるし。にゃー。まあこういうのならと見せかけて。ゴー。いやー。イエーイ。井上さんですか。それはお得ですね。ありがとうございます。また誰もいないところで。今回は誰と話してたんだ。こちらの方に近くの和菓子店のお話を。少し甘いお菓子がお好きみたいで。ただこちらの方、お腹に大きな穴が開いていらして、お供えをしても食べられないらしく。今の悲鳴ってこの人の？お父さん。アマミのお父さん。よし、ブログに投稿、心霊写真ゲット。またか。ほらこれ。口ほどに物言う背中。こちらも寸分変わらぬ背中。あ、すみません、今日はお供え物をご用意できず。子供が気を回すな。小遣いにも限りがあるだろうに。はい。ああ、なるほどな。ほら、よく言うだろう。娘は父親に似たやつを好きになるってな。何よそれ。姿綺麗です。別に褒めても何も出ないわよ。こら、アマミ、危ないじゃない。ごめんなさい。ま、今日はおめでたい日だし、許してあげるそいつ甘酒飲んでんだ。
あっちでサービスで配っててさ、よく知らないで飲んだみたいでな。もう、だいたいいつもあんたはね、手とかなんとか怖すぎるのよ。私がどれだけ怖がってるか分かってくれたっていいじゃない。あの、井上さん、去年はいろいろあってご迷惑をおかけして、でも、あの、今年も友達でいてくれますか？しょうがないわね。もっと遊んでいけばいいじゃない、子供のくせにさ。天海がチョコとか何かしら、この先を越された感。私もいつか。いや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 、ないからないから。でも天海にだっているんだから。私にも。やっぱりない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 。何がないのですか？何も知らない後輩のことなんていちいち気にしてるんじゃないわよ。え？あんたには、井上さん。おはよう、天海さん。あ、小川さん、井上さん、おはようございます。おはよう。どうかしましたか？いや、なんか今日はいつにも増して機嫌が良さそうというか。分かってしまいますか。ほほん、さすが井上さん。どういう意味よ。天海、いい加減に出てこい。井上さん。ごたくはいいから食べなさいっての。早く食べなさい。はい、よく噛んで。私には他に何も。バカ言ってんじゃないわよ。全部あんたがつなげたの。始まりは確かに霊感だったかもしれない。でも、たくさんの人と霊をつなげることができたのは他でもない、あんただったからよ。天海響っていう、お人よしで、おせっかいで、天然で、底抜けに優しい、そんなあんただから、私も未だに怖くて怖くて仕方ないけど、ずっと友達でいたいんだから。井上さん、いいんですか？私、つながっていても。当たり前じゃない。あんたはもう少しわがままになっていいのよ。それが許されるのなら、つながっていたいです。井上さんたちと、例の皆さんと、たとえ見えなくても。あの、何？父が言っていたんです。私が幼い頃、寝つけない夜にはこうして手を握っていたと。アマミ、にくい。すみません。緊張で手が。あっ。
ゆり、邪気の。